寺泊駅は、新潟県長岡市寺泊竹森にある、東日本旅客鉄道越後線の駅である。越後線のほか、1975年までは、越後交通長岡線の接続駅。本ココース短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を、有する地上駅で、両ホームは、湖泉橋で連絡している。円山城駅が管理する簡易委託駅で、長岡市が、 駅業務を自宅している。列車の行き違いがない場合は両方向の列車とも駅舎に面する一番線から発着する。当駅はワンマン運転の列車は無人駅扱いとなっているため、先頭車両の後ろドアから乗車し、先頭車両の前ドアから降車となっている。駅構内には切符販売窓口、乗車駅証明書発行機、化粧室、待合室などが設置されている。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は165人。近年の推移は以下の通り。駅は寺泊町の中心部から5キロメートルほど離れた内陸部にある。町の中心部まではバスで15分ほどの距離にあり、駅前にはタクシーが待機している。海沿いに広がる寺泊の中心部は佐渡島へのアクセスを担っていた。 寺泊港のほか、魚の市場通りや寺泊水族博物館をはじめとする観光集客施設が点在するが、当駅周辺はコンビニエンスストアや商店、住宅などがあるのみである。越後線沿線のバス路線図。当駅からは赤色の路線が出ている。越後交通による路線バスが大町方面及び長岡駅前方面へ発着している。その他は、 寺泊町外部リンクを参照。ありがとうございます。